理事陳理事陳、成果にて理事陳から1593年は中国名の医師、本草学者。字は、東壁、号は、貧庫三人。中国本草学の集大成とも呼ぶべき、本草項目や、既形や、脈身の解説書である、貧庫脈学、既形八脈庫を表した。公衆府、衆で、 代々医師を務める家に生まれた理事陣は幼い頃から父のリ子と劇の助手をしながら育った。父は医学八脈甲、人参伝といった医学書を執筆するほどの名医であったが、当時の医師の社会的身分の低さから息子には医療を継がせずに科挙に合格して官僚になることを望んでいた。だが子供の頃から病弱だった理事陣は医学への思いが立ち難く、 23歳の時に父に懇願して医学を学ぶことを認めてもらうのである。彼の医学の才能はたちまちに開花して、数年後には名医として古北一帯に名を知られ、民の皇族である総王までが彼を頼るようになった。そして、理事鎮34歳の時に、明朝における医学の最高機関であった、ふとし委員に推薦を受けて、北京に赴いたのである。だが、彼には、 中央の役人は正にやっていなかったらしく、一年後には、帰京をして、再び地元で医療を始めることとなった。中国の本草学は、新郎がすべての薬草、毒草を食べて作ったとされる、新郎本草業を原点として、多くの造法が繰り返されてきた。だが、時代が下るにつれて、名称や薬工についての誤りや、重複、異動が多数含まれるようになっていった。 李自身はこれを憂慮して、新しい本蔵学書の編纂を志したのである。参考にした書物は800種。彼自身も多数の薬物の実物を収集して、研究を重ねて26年の歳月を費やし、その間に3回の工程を重ねて、ついに61歳の時に、本蔵項目全52巻190万余字を持って、完成させたのである。だが、当時の医学、 本造学の世界では、本造項目が制定しされていた、新能本造業などの説や、配列、構成に対しても訂正を加えたことなどから、理事賃に対して激しい球団が浴びせられることとなり、その出版は事実上閉ざされることとなった。だが、理事賃に理解を示す人たちの本創で、1593年に、南京の出版業者の故小流が出版に応じ、 また時の皇帝万歴帝への献上の機会を得ることになった。だが、この直後に理事陣は病に倒れて休止してしまう。献上された本像項目は万歴帝から称賛されて出版に便宜が図られることになった。この本は日本などの周辺諸国のみならず、ラテン語などのヨーロッパ語にも訳されて、世界の博物学、本像学に大きな影響を与えたのである。 ありがとうございます。